インロングは初期のツノ竜類の属でジュラ紀後期の中央アジアに生息していた。彼らは小型で原始的な二足歩行性の草食動物で体長は約1.2メートルであった。インロングは基地のツノ竜の中で最も古く、最も原始的である。ジョボシ、キャサリン・ホースター、ジム・クラーク、バク・ススムユーからなるアメリカ、中国の共同研究チームが2006年に アンロングと命名、記載した。名前の由来は、発見地の近くで撮影された香港映画、グリーンデスティニーで、アンロングを漢字で書くと、インデュ流となる。もし機種は、ワイ・ダウンシーである。これは、古生物学者、ウィル・ダウンズへの懸命である。彼は中国で、たびたび発掘を行ったが、インロング発見の前年に没した人物である。基地の化石資料は、 極めて保存状態の良い一体分の骨格で、頭骨も揃っている。これは生体もしくはやや若い個体であり、2004年に中国の新疆ウイグル自治区にあるジュラキ中後期オックスフォード海の地層から発見された。インロング以外の角竜はいずれも白亜紀の地層からしか発見されていない。上顎骨の先端にある小さなくちばし骨により、インロングは 明白に角竜に分類される。ただし、頭骨にはいくつかの変わった点がある。そのうち特に顕著なのは、臨場骨にある突起である。これは、以前には、片頭竜類に特有のものと考えられていた。インロングにおける、この形質の発見は、それが、角竜類と片頭竜類の共有派生形質であることを示しており、両分類群を束ねるというクレードを、 設定する妥当性を強めている。また、インロングの頭骨は、ヘテロドントサウルス科に似た特徴も持っており、ヘテロドントサウルス科と就職頭は目が類縁であると、する仮説の根拠となっている。この仮説的な大グループは、EN、ヘターダンテソリフォームズと名付けられた。インロングの化石は腹部に7つの遺跡を収めたままの、格好で発見されている。遺跡は、 プシッタコサウルスなど他のツノリュウや、ツノリュウ以外の草食恐竜、また、原生の鳥類にも見られる。また、インロングは、火山と湿地が入り混じった環境に住んでいたため水辺の植物を主食にしていた可能性がある。恐竜博2096。ありがとうございます。